今回のシーサは滋賀県一番本店での実践。朝の並びは100名以上。次こそはと意気込むシーサー。抽選結果は85番。狙いの南国育ちは座れず、シンデレラブレイドに着席。展開に恵まれ11回の当たりを引き、投資450枚、持ちコインは1000枚に。さあこれからどんな立ち回りを見せてくれるのか。シーサーの街道日記第54話、始まり始まり。ゲーム数が30か50しか来てない。もう一回姉妹バトルまで行けばネモフィラも5ポイントなので全面できると思うんですよね。パチンコでいうところの、パチンコでいうと花のケージの男、まあ、それからスロットは秘宝伝、麻雀物語2、ビキニパイ2と話題の新機種も続々導入されてて、結構な台数用意してありますので、毎回こうワクワクしてくるんですけど、それ以上に抽選が悪いっていうところで寝台がちょっと座れてないんですけどね。いつ来てもラインナップがこう変わってるっていう面白さがあります。まあそういう中で僕はマジハロ3打ったりシンデレラブレイド打ったりですけど、いいんじゃないですかね。それもわー、南国開きましたね。364、まあゲーム数的にはあんまり良くないですけど、その前が1163、溜まって単発繰り返してるんですよね。でまた1人が抜けてるので、まあ、通常 B であれば天国以降も期待できるし、まあ、南国打ちたいというのもあるんで行きます。南国行きます。ゲーム数管理の ART 機になります。で一応ボーナスも搭載されてますけれども、疑似ボーナスはほぼ ART 中がメインという機械ですね。
でゲームスー会場の他にも自力会場ゾーンがありますので、まあ、ゾーン以外でも十分初当たりを引くチャンスはあると思います。ゲーム数的には380ゲームを超えているところですので、おそらくはゲーム数解除であれば、まあ、600過ぎぐらいで解除してくれればいいかなぐらいで回してますけど、あんまり深いところには持っていかれたくないですね。ゾーンにはなりますので、全長ステージへの移行に期待ですね。この長所は全長資産演出になります。最初の伝統ステージからは ART 挑戦なかったですけど、まだ小チャレンジですね。さっきの追加から今度は自力解除のチャンス。ノーチャンス目。この ART 状態が AT 状態になるので、少しだけ助かります。で、まずはチャンスボックスでいこうと思います。ショーチャレンジ中はバタフライ力が揃えば ART が確定になります。ショーチャ飛んでますね。これ ART 確定のバージョンです。ナムクラスこっちに確定、もうナムクラスが確定してますので、これからは超が揃えばゲーム数の上乗せがされます。超を狙って。さあ、超揃えはなかったですけど、超チャレンジ突入時に南国らしく確定バージョンでしたね。580ゲームこんなにコインを減らさずに、今日1回目の ART 南国ラッシュいきます。南国ラッシュは50ゲームワンセットの ART、 ART 中は今度ボーナス抽選とゲーム数の上乗せ抽選が特定役でされています。あとはバタフライトロイからのバタフラッシュ、上乗せとくとも結構強烈なやつがあるので、それも入れれたらいいですね。残り5ゲームで50、ジャクチャンするから50。さらにここはボーナス抽選もされてますので、さあ
ですけど、50ゲームのものすごい嬉しいです。土壇場で
11番。まあまあこの後また戦国モードのチャンスがあります。380まで追いましょうかね。全長入らないですね、300ゲーム台入らないですね。355ゲーム全長経由しないんですよね。まあでもいいとこで見たんじゃないですか、当たり。さあ今度は伸ばしたいですね。びっくりするんですけど、あの当たり方。だから ART が伸びないのかもしれないですね。こう黒い上着を着てるんで。8ゲーム間バタフライゾーンですね。バタフライゾーン残り8ゲームで蝶々が飛べばボーナスの1ゲーム。
やられます。ラスト飛ばす。これで終わりになります。まあ、初回飛びにくいんですけどね、1回飛ぶと2回目から後継続に期待ができるという状態ですので、ここから再び ARP ですね。残り30ゲーム、レギュラー1回は寂しかったですね。蝶々が飛ぶところを見たかったですけど、まあ、ボーナスは1回引けたので、まずはよしですね。左、あ、ラスト左、これ ARP のラストスゲームは、まあ、無条件でボーナスを抽選されてますけど、こうやって後からゲーム数で復活することもあるので、ラスト1ゲームって結構大事なんですよね。どんなになるか良かったです。30ゲームあって、この30ゲームを生かしたいですよね。コインは弱いですけど、蝶が揃えば上乗せプラスバタフラッシュのチャンス。揃えましたね、バタフライ揃え。これで30ゲームが上乗せで、これでバタフラッシュのバタフラッシュに当選してれば上乗せ突破ゾーンですね。8ゲーム間潜伏があります。絶対欲しい。バタフラッシュ、バタフラッシュ大きいんすよ。来たら左、足蝶が揃って上乗せ確定で、そこでバタフラッシュの抽選なんですよね。左、まあ結構200ゲームっていう上乗せに期待ができる上乗せ突破ゾーンなので、簡単ではないですけど欲しかったですね。ちょうどロイの後これで、まあ、399枚約400枚ですね。210ゲーム、ボーナスはレグで、ちょうどロイはバタフライラッシュなしでしたけど、楽しかったですね、今の ARP は。さあ次は1リッパー128ゲーム以内でお願いします。高いというか悪くないんでしょうけど、ちょっと今日は ARP が伸び悩む日、いくら ARP に入れても伸ばしきれない日なので、あんまり深追いしない方がいいかなと思います。せっかく収支自体がプラスになってるので、ここはマイナス収支にならないうちに一回交換をして考えましょうかね。一回交換します。投資が450枚なので、まあプラスはプラスですけど、もうあとは今日は負けないように、まあ、プラス分がどれくらいあるかを見て、そして考えようと思います。
投資は450枚何枚プラスですかね。ありがとうございます。交換の方が840枚ですね。投資が450枚になったのでプラス390枚でのプラスです。390枚、まあプラスはプラス、もうちょっとなんか回してもいいなというか、まあ50枚分だけカード残ってるんで、これ投資1本ですけど1本勝負なんかしようかなと思います。何がいいかな、1本で攻めるなら、1000円でゴッドもいいな。どうせ1000円、されど1000円なんですよね。ジャグラーピッて引けば300枚でしょ。250枚のプラスになればプラス500枚超えますもんね。でもゴッドだったらフリーズ引いたらですね、数千枚のプラスになる可能性がある。ゴッドいきます、1000円。あ、でもテンパイオンが、テンパイオンでやめられん、追加投資ってなる可能性も、テンパイしてもやめます。ということですよね。まあ滋賀3連戦今日2日目、明日もありますので帰りましょうか。もうプラスの時点でやめましょうか。勝つことが大事です。負けたくない。はい、実戦終了しました。今日は朝から抽選が良ければ、まあ、秘宝殿また行きたかったんですけど、抽選が悪く、まあ、シンデレラブレード狙ってはいなかったんですけど、座って結構初当たりが引けたおかげで投資450枚から約1000枚ぐらいまで伸びてくれて、でその後持ち込みを持って南国育ちですねを打って、結局シンデレラブレードと南国育ちでの交換がこちら840枚でした。でその後にまあ50枚だけミリオンゴッド打ちまして、総投資が今日は500枚で、交換の方が840枚でしたので、プラス340枚ですね。まあ、本店さん今日で4戦目ですけど、これで2勝2敗と、まあ、今日は ART 初当たりあれだけ引いてどれも伸ばせなかったっていうのはちょっと悔しいですけど、まあ、それでも負けなかったので結果的には良かったかなと。もう勝つことが大事ですので。以上、小さの街道日記第54話でした。